象印のあのお湯出るプッシュを押したら生ビール出てくる。レボマックスをゲットしてクラフトビール屋巡りをしよう。あ、プラス思考はどこまでもアゲンアゲンです。いや今日ねこれ紹介しますわ。レボマックス、皆さんこれ炭酸の魔法瓶、炭酸飲料の魔法瓶ですよ。知ってました？だいたいね、なんかあの保冷効力がね5度以下でね6時間持つってありえないでしょ。でまあ冷たい麦茶とかだったら分かりますよ、お茶とかだったら。炭酸飲料ですよ、炭酸飲料で魔法瓶のように真空断熱ボトルって書いてるんですけど、これね2本目です。1本目で気に入って2本目購入しております。でこれがね今説明見ると6時間保冷するって書いてるんで、ちょっと実験してみようかなと思ってまして、これ今ちょっとレボマックスのたった1秒の快適レボマックス2だけの独自キャップ搭載、新発想のキャップは20密閉構造保温、保冷効果向上、漏れも確実に防止、最高レベルの最高レベルですって、最高レベルの温度をキープ実現。あ、いろんなラインナップあんねんな。でこれね、僕オリオンビール、あの沖縄県のオリオンビールの工場の近くに住んでるんですけど、その近くにあるチナ商店さん、ここですよ。めっちゃ美味しい生出してくれるんですけど、で毎回ねあのコンビニのアイスコーヒー入れるあのプラスチックのやつに入れてもらって、家帰るまでこぼれないかなこぼれないかなと思ってドキドキしながら家帰って、で家でクビー飲むんですけど、まあうまいんですよ。ただ3つ4つ買ったとして、3つ4つ買ったことあるんですよね。一気に飲まないとダメじゃないですかね。それ全部クビー飲んで生もう一つって言って、またこーっと2杯目がまた新鮮な入れたてっていうわけじゃないじゃないですか。2個3個4個って買ってきてたら、もうそれ冷蔵庫に入れといて、クピーン飲み終わった頃にはまあちょっと時間経過してますわね、冷蔵庫置いてるやつ。これ毎回毎回真空できるんで、プシュってめっちゃうまくあの維持できるわけですよ。へー、これね、あ、そうそうそう、これ。あ、そうそうそう、これ、チナ商店の名前が入ってるんですよ。チナ商店オリジナル、後でお見せしますけど。で、これをね、今ちょっと12時、お昼の12時前なんで、12時、ちょっと今、チナ商店行ってみましょうか。で、チナ商店行って、入れて、6時間後、美味しい状態、あのチナ商店のオリオンドラフトがいつもの知ってる味の状態のままキンキンで飲めるかどうかっていうのをちょっと試してみたいなと思います。これ僕も初めての試みなんで、皆さんもね、どうぞ最後まで見てやってください。で、良かったと感じられたらね、これ、レボマックス2おすすめです。はい、まあ5、6千円するんですけどね、いや価値あるんじゃないかなと思って、そういう風にね、冷たい炭酸飲料を時間経った後も飲みたいねっていう方はもうすぐ買ってください。別に回しもんじゃないです。マジでこれ気に入って2本目です。いや、どうなんやろな。これ1リッターですからね。
まあ、デザインもねカラフルないろんなバリエーションがあるみたいなんで、これをねちょっとやっていきましょうか。ではちょっとチナ商店行ってみましょう。画面チェンジ。来ましたよ、ここです。ちょっと生ビール入れてもらおうかなと思います。こんにちは。あー早速、はい、入れてください。1リットル満件しかないけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、6時間持つらしいね。なんかこのちょっと実験して、うん、ただ全然変わらない。あ、そう。大丈夫ですか。うん、大丈夫。めっちゃ美味しかった。でもすぐ飲んでるから。あ、そっかそっか。時間経ってからどんだけかっていうのを知りたくて。結構中南部の方とか。うん。やっぱり持ち帰ってくる方。あ、そうなんだ。あ、中南部やったらね。中南部とかの私たちが最初にね、この持ち帰るのに美味しいのを飲ませたいって言って、美味しいのを飲ませたいって言って、それが始まり。なるほど。これやもんね。それでみんな持ち帰ったりとか、してたから。そうそうそう。じゃあお昼時になんか生買うのはなんかあれやけど今から仕事行かなあかんからグレーゾーン。グレーゾーン。あ、なるほどね。そうなんですよ。これにしないと中身が、うん、あの泡だらけになっちゃう時があって。そうだね。そうするとちゃんと継げてるか継げてないから。1リットル入らんかもからもね。カットの方が分かりやすいです。1リットルか。500ミリリットルのカンカン2本分あ、これは実際などのぐらいなんやろね。大きいやつ。大きいやついくつでしたっけ。大きい方の、この大きいやつってな、何リットルぐらい入んの。450。ああ、500の缶はちょっと入らんぐらいか。あ、どうしても泡が出てくるから。そうだよね。じゃあこれの缶の8分目か9分目ぐらいでちょうど2杯分かな。いや、泡が入るからどうしても目いっぱいになる。あ、目いっぱいになる。あ、なるほど。ちょっとお手間かけるけど、後で遠いところでもこれが飲めるって幸せやね。うん。わ、楽しみやわ。知らない人の価値がポットかけるって聞いた。ポット、はいはい。でも炭酸抜ける。炭酸抜けるポットやった。これは炭酸抜けない。ああ。綺麗にしてください。ああ。ポットってあのいつ昔じゃあ。あ、じゃあお湯とかあれを、あ、あのポットを象印とか、象印とかの、はあ、こうやってやってる人もいた。あー、なるほど象印のあのお湯出るプッシュを押したら生ビール出てくる感じ。よっぽど飲みたかったよね。もっとひどい人たちはキーパーですよ。水飲むキーパーにビール入れて、ぬるくなるから氷をあのコンビニのグランチ積んで入れてビーチで。あー、なるほど。それでもやっぱり炭酸が抜けるわ、ね、抜けないから。抜けないね。だってプシュー言うもん、あの圧力かかってるから。いや、これはええもん売ってくれたわ。チナ商店のチナも入ってるし、名前、はい、ありがとうございます。じゃあこれいただきましたんで、はい、さん、ちょっと試しますんでいつも美味しいビールありがとうございます。はい、行きます。ありがとうございます。めっちゃいい人でしょここのチナビールね、今日ちょっと夕方飲んでみたいと思います。1時に開くかなと思ったら1時20分ぐらいに開いたんで、あの1時ちょっきり開かないかもわかんないけど、ぜひね皆さんもチナ商店オリオンビール工場のすぐ近く行ってみてください。じゃあこのまま夕方にいただきたいと思いますんで、画面チェンジ。はい、6時間経ちました。チナビール炭酸が、6時間保冷できるということで、早速ね開けてみたいと思います。でグラスはね、この銅のグラス、僕最近のお気に入りのグラスなんですけど、冷たかったらここに霜降っていくんで超薄いんですよ。
でもう手にもねキンキンさが伝わってくるんで、これがねこれに入れて注いで締めたかったら最高じゃないですか。じゃあ開けてみましょう。オープン。どうやんねんだかな、つまんで、よし来ました。クタクタ今日。まさか、うわーマジか、めっちゃキンキン、わかります？めっちゃ冷えてんのわかります？もう一気に霜降った。いただきます。お疲れ様です。うっそー。うわー、買ってすぐの味という味わいで6時間経ってるって考えられへん。マジでこんなうまいの。ということで、うわー、これは価値あるわ。5,000〜6,000円ぐらいすんのかな、1リッターのボトルと、まあ、ちょっと 500ml のボトルとかってあるんですけど、めっちゃ冷えてる。ああすごくないですか、キンキン。これ冷えてるの分かるでしょ、これ冷えてなかったら腰も振らないんで。マジうま。うわあ、だから沖縄に住んでて、僕はねオリオンビールのすぐ近くなんで、チナ商店も車でね 5,6 分のところで買いに行って、家帰ってきてこのチナビールが飲めるところに住んでるっていうのは幸せやな、ラッキーやなと思うんですけど、中部に住んでる方、沖縄市とかね、うるま市の方とか南城市とか南部の方の方とか糸満の方の方とか、那覇市に住んでる方とかね、西原に住んでる人とか、これチナビールこんだけね1リットルをね入れて帰って、チナビールの入れたての味をね味わえるんですよ。やばいね、これ2、3本欲しいっすよね。チナ商店って書いてるでしょ、ここ、ここに。あーうまっ、幸せ。はい、ということで6時間経ってもキンキンに冷えて、鮮度もそのまま、炭酸もそのまま、全く炭酸が弱いとかっていうことなく、もう本当に入れた後の味を毎回チナビール飲んでるんで分かるんですけど、めっちゃいい、これおすすめです。もうチナ商店って入ってる。すげえ。アゲンアゲンっていうのも入れてもらえんやろな、多分。アゲンアゲン YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。参考になったら高評価ボタンぜひ押しておいてください。どうですか、あの6時間経ってキンキンに冷えてるあの保冷ボトル、いや、えらい時代になったなーって感じました。あとチナ商店さんの、あの遠いところに住んでる方にもチナビールの美味しい、あの美味しさを自宅で味わってほしいというあの気持ちが、あのサービスにつながったボトルの販売に踏み切ったということで、お客様第一主義の気持ちを見習わないといけません。